正直後輩にセックス上納させてないの <laughs> あのね、あの、俺より年多分ニアとか繁盛とかいるじゃん。あの、俺、俺の方が多分5000倍くらい持ってて、そんななんか上納されてもお口に合わない。マジでごめん、調子乗ってて。お口に合わないかもしれん。彼らが上納してくる女性に。<laughs> 調子乗ってるだろう。 あと、あいつら自身がセックスしないと思う。その、ジャンルが違うな。好みが違うね。あと、そういうリスク考えて俺に女とか絶対紹介してこないよ。俺が女の子にいる飲み会によ呼んだこととかあるけど、ないかな。後輩のセッティングした飲み会とか俺人生で一回も行ったことねえな。 一回ぐらいあんのかなパパ活女子と飲み会したこと一回もない。俺まずパパ活女子がでーきれいだから。あいつら税金払ってねえじゃん。人生で一回もないね。パパ活女子。わかんないたまたま飲んでた女がパパ活してるとかあるかもしんないけど、俺がパパ活してるってことでしょないかなギャラ飲みもしたことない。なんで酒飲むだけで金払わなきゃいけないんだと思っちゃう 舐めんなと思う。だったら、なんか高いラウンジ行った方がいい女いなんだろう。今寄ってくる女いるかいるわけねえだろ。いるわけねえだろ, <laughs> いえだろ。いたらもっと自慢してんだろ。<laughs> おいおい、チンポの乾く暇がねえよって。そんな一生懸命さ、面スとか行かな,くないくらいおい、いつになったら俺のチンポ乾くんだよお前絶対面スとかキャバクラでモテるだろ。面 <laughs> スとかキャバクラでモテてるって、ジャンル違うぜ。 かもられてるだけです、俺。<laughs> そんな俺、おごってないよ。金落とすおじさんだよ。それ、モテて,てるって言わないよ。今まであった中で一番可愛いものが俺、イ流一人。あの、4人も奇妙な物語で花と共演したあの子。神々しかった。名前なんだっけ吉川愛ちゃん。なんかね、雨めっちゃ降ってたんだけど、その頃周りだけ、 青空、なんか、ドン天だったので、ね、めっちゃ雨降ってたんだけど、その子の上だけ綺麗に円で晴れてて、雨降ってなかった。キラッキラしてた。吉川愛ちゃん。ワンピース着てた。これが、これが芸能人なのか俺女優さんってその人しか見たことないけど、ちょっととんでもなかったよ。一回目の世にも奇妙な物語ね。 逆にイケメンは、え、誰だろうイケメン。誰イケメン。ダルビッシュ。ビッシュ。やばい。ダルビッシュマジでやばい。レベルが違う。ダルビッシュはマジでレベル違う。マジでもうぶっちぎりダルビッシュ。いや、大谷翔平も超かっこよかったけど、 ヤバい本当にかっこよかった。顔、顔とスタイルが。まあ、これで159キロ投げんのかよ、と思った。スラーッとしてて。光るルどうですかまあ、世間一般的にはかっこいいんじゃないのおえちゃんどうですかおえちゃんってかっこいいのだからキャラクターが先行しすぎてきて、俺、おえちゃん会ったこと2回しかなくてさ。別にイケメンで売ってなくない 若い頃かっこよかったんだ。まあ、シュッとしてるか。昔のお前ら4人組や、なんか、いや、そういう風に思ってた時期もあったんだけど、俺たちってかっこよい,いなとか言ってたんだけど、やっぱ東京出てきて、かっこいいやつに会いすぎて、くだらねえなと思った。